今夜もクンゴボンゴをお聞きいただきまして誠にありがとうございました。本日のスタジオゲストとはいえあんまり喋っていただく時間がなかったの本当にごめんなさい。いや俺的にはほらもっと時間取りたかったんだけどなかなかバランスつものがさ、ね、難しくってごめんなさい。じゃあ奥から、はい、前面直吉。はい直吉です。ビブラント代表の石門直樹くん、はいはい。ちょうどこの放送終了後動画がアップされる頃には終わっておりますが、この放送日から2日後、9月9日に、開催されているところの、ビブラント4周年記念キャンプイベント、にて演奏させていただきます。ね、また今年もありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、そして、なんかちょっと待って、いや、やっぱあれだね、動画入ると急になんかこういろんなものがこうズシーンとこう固まったような感じになりましたね。ちょっとね。お地蔵さんになってる。大丈夫大丈夫、まあね、大丈夫よ。すごい大丈夫。そう、ラジオの中ではまあ俺が触れなかったのがいけないんだけれど、あんまりお話ししていただけなかったので、ここで存分にいろんなことを、政治について、経済について、深く語っていただこうかなと思っておりますので、得意ですよ。もうよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、私のお隣におります、両手に。おっさんたちで、でも嬉しそうに笑顔でいてくれる俺がね素晴らしい優しいやつね優しいよね。登山家アルピニスト、はい、登山ガイド、スノーボードのインストラクター等々等で、とにかく大活躍されております岩田京子さん、よろしくお願いします。来週、つまりこの動画が上がる頃にはもう成田から飛び立っていると思うのですが、多分ね来週の水曜日か木曜日に上がるんだ。アップが19日出発なので、19日出発か、もう異国の地に行って、はい、ネパールまで行くの。ネパールまで行きます。でネパールからなんてお山に登るの。マナスル。マナスルという、はい、8000m、 8000いくつ。8163です。はい、ロックさん。はい、ムーミン。はい、ムーミン来た。はい、ムーミンに持ってるね。用意しといた、うん、自分で覚えらんないからね、これなんかないから、そう、そんなチャレンジャーで、このチャレンジャーについてお話をもっと聞きたかったんですが、まあラジオ放送中、放送の都合上どうしても、時間が足んなかったと、ね、ラジオの放送を長くするにはですね、全国の中小企業の皆様、あれですよ、あれ、スポンサー、の件ですね。食べるね。何卒よろしくお願いします。あ、そういえばあのマナスルに登るにあたり、あの費用っていうのはもう大丈夫、まあ来週行くんだから大丈夫うーんです。まあだい、行く、行けで帰ってきて何食べて生きていこうみたいな感じ。なんか全財産を。あ、そうか、全部つぎ込むからね。そうですね、うん、もうギリギリ、ギリギリですって、もうなんかどうやって生きていこうみたいな状態です、ね、うんうん、とりあえずなんか行ってしまえ。なるほどね、はい、隣にほらだって闇金さんがいらっしゃるじゃないですか。あるで、あるで、ないトイチ、トイチ全然ない。だから食べられなくなったら、うん、ちょっとこうね、電話して、お店に、ね、なんかご飯ちょうだいって言いに行こうかな。食べれなくなったら新宿集合とかってメール送る。そうそうそう、みんなはいはいって集まって見てくれた。土産話有料ってやつね。あ、でも有料土産話はいいかもしれないね。それ食べ、試しておいて、有料土産話会。あっとり決まるぐらいの感じで。あっとり決まる。あっとり決まる。いつもに決まる。ああね、そう、そんなお二人をお迎えしました。
ビブラントっていう会社っていうのは、うん、オールドランタンを基本的に扱っているんですよね、うん、はいそうです。以前オールドランタンをなぜ扱うのかという話を聞いたと思うんです。言ったね言った、うん、ね、うん、うんうん、なんでですか。すげえバカな返事したんだよね前は、うん、そうちゃんと答えよう今日は、うん、今日ちゃんと答えて、オールドランタンって、うん、まあそうですね110年ぐらい前のランタンから、うんうん、まあまあ若いなこれ若いなっつって、うん、90年代はないな80年代ぐらいまでかな。まあまあそこそこ古いわけですよ、うん、でたまあ、そ100年以上前だもんね。そう100年前はなかなかいないけど、うんうん、僕らみたいにさ46歳、うん、46歳、うん、46歳になると自分と同い年の道具を使えるっていうのは、うんなかなかないわけですよ。いろんなものの中でバースデーランタンってやつね、うんうんうん、自分と同じ年の車に乗ろうと思ったら大変じゃないの、ね、部品が。俺らの頃で言うと何サニーの1000のデラックスとかね、うん、あると47万円とか、ね、あでもあると40まあいいやそれ長くなる、うん、長くなるガンダムぐらいの、うん、そう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 ガンダムで俺はあんま詳しくないけど、うん、でもねそうズゴックがどうしたみたいな そういう話それやめよっつってそうっす、うん、そうだから自分と同い年の道具を使っても大丈夫な状態で維持できるっていうのはなかなかないわけですよ、うんうん、世の中の道具でないね、うん、確かに確かに、うんそれがたまたま手元にあったからこれいいなこれか、うん、最後にたまたに手元にあったからっていやあのね前のお答えはあの店舗が小さいからテントとか置いたら大変だっていうクーラーなんて大変でしょっていう返事をしたねそうそうそうしたした覚えてる覚えてるそうそうそう、うんねそれがめでたく4周年とそう4周年ですよそうです ね家賃の高い二子玉川でお店を開き潰れない奇跡の店と呼ばれ素晴らしい、ね、あんまり空いてないと言われる、うん、そうそう最初ね最近空いてるの、うんうんうん、ここ2年ぐらいちゃった空いてる、うん、なるほどね、うん、そ, うそれであのイベント企画なんかもでだからやってますねいっぱいやってて、はい、それにもいっぱい呼んでいただきまして、うん、本当にありがとうございます。いえとんでもないです、うんそれのイベントの一環の一番でかいイベント、ね、でかいやつですね、うん、直吉くん的にね、はい、アニバーサリーそうまあでも毎年アニバーサリーにはなるかななんで俺2年目やっちゃったんだろうちょっと思ったそうだよねああ3年目やったら3年目でね3年目アニバーサリーいるのみたいなちょっとあったんだよそうねでもなんかちょっと勢いでやっちゃうじゃあ4年目もやらないとしょうがねえなそうだってしたら来年5年だから5周年したらドーンやらないとダメですよねそういうねもうじわーっと続いていくんやろしまった毎年になっちゃったそうそうそうなのそうなのそうねやらかしちゃったやらかしちゃったねそうそれでじゃあさここ今せっかく2人並んでて、うんまあ、要は俺直吉くんに京子ちゃんを紹介してもらったわけだけど、うんうんうん、どういうあのこうきっかけで2人は知り合ったんですか前の職場のそれなんか違うあれでね慣れ初めはみたいな感じで慣れ初めはお見合いでみたいな、うん、お見合いで悪くない悪くないそうそうそう歌舞伎町で歩いてるよ拾われたみたいなお前大丈夫かっつって、うん、じゃなくて前の職場の、うん言っちゃっていいの？大丈夫でしょ？コールマンジャパンという会社に僕は働いておりまして、うん、後輩が京子ちゃん、うんうんうん、はいです、ね、で会社でまあなんか部署は全然違うかったんですけど、うんうんうん、あの彼女はイベントチーム、うんうんうん、僕はお店を作るショップの管理とかするチームに、うんうん、全然部署は違うかったんですけどすごい仲良くてね、うん、そうねだからその会社員時代はもうすでに山登りとかははしてないですね最初の頃はしてなかったの 、うん、そう会社を辞めてから始めたんですよ、うん、だから、ね、いわゆるちゃんとした山登りはそうですそうです、うん、その会社員時代スノーボードとウェイクボードをやってましたねおかしいのよスノーボードもスピードが、うん、そう
あいつにはブレーキはついてねえターンしてないみたいな。ターンしてない、あいつのターンはこいでるってそうもっと出ろってやつ、そうそうどこまでスピード出るんだろうね意味わかんない。ゲレンデで下でもうほら昼ぐらいになったら死んでるからビルのね、うん、そうだね、そこゲレンデ見てるよ、ね、うん、明らかに一人だけおかしなスピードのやつがギャーンってあれ京子京子基本どんなあのどんな斜面でも直角に近いわけでしょ。一応ターンはしてるんですよ。こいでるわ。あ、スピードが出るんですよ。あの遠心力と、そこで踏み込むとグイッと。かっこいいの。なんかのコマーシャルみたいな。あいつコマーシャル見たわ。つっておかっこいいです。なるほどね。負けず嫌いですね、多分ね。すごいわ。それでだから、その、まあ、いろいろ記事を読んだところ、そのイベントで、あの、イベントでどっか行ったら、そのまんま、あの、あ、ね、トレッキングみたいなの、はい、あの遊歩道がある、うん、なんかそういう散歩道みたいなところを行ったりとか、うんうん、そうですね、そうで、そこだ、 それがすごいのがさ、そのそれこれも記事によりますと、はい、ね、ビッグスクーターに普段乗ってて、はい、どこ行くにもビッグスクーターで行って、うん、はい、でそこにその歩く関係の道具なんか全部入ってて、行きたから行きたかったらどこでもさって荷物が入るからビッグスクーターにしたの、うん、あ、なるほど、本当、本当は、うん、あのオフロードとかそういうバイクに乗りたかったんですけど、こう天気とか、ね、うんうん、あの荷物が多くなったりとか、うん、その仕事道具と遊び道具を一緒に入れなくちゃいけないので、うん、そうだよね、そうするとどうしてもビッグスクーターの、うん、あの車じゃダメなの、車渋滞嫌いなのでせっかちさ、それはわかるわ、ね、どこにでも止められるし、うん、まあね、当時はまだあの、うん、あんま駐車違反とかね、うん、そうそう、うん、大丈夫だったし、なるほどね、そのトレッキングから山登りにこう向かってった経緯っていうのは、経緯は、うん、あのトレッキングを してたら、うん、あの地図を、うんうんうん、あのツーリングマップルってね、うんうんうん、あのバイク乗ってたんで、うん、こんなちっちゃいやつをこうやって見るのが好きだった、うんうんうん、で 通勤の時も電車の中でこうやってツーリングマップルを見て妄想をしてマジでそうしてすごいねで行った気になって、であのいろいろそういう歩道とか見てると、ね、あ、こう近くになんかこういう山があるなみたいなのを発見し始めて、ね、ちょっと行ってみようみたいな、うん、話それるけどさ、うちのかみさんもマップル見るの好きだったのよ、ね、で今もこんな積み上がってますよ私で世田谷の裏道とか、そう、あ、こんな道あるみたいな、うん、あ、後でゆっくり話してくコーヒー飲みながら、そうだね、それで山に入って行って、で最初のうちは、うん、その何も知らないで山に入ってるので、うんうん、なんかたまにこう迷って、うんうん、あれここ歩いていいとこなのかなみたいな感じになってきたんですよね、うんうん、で地図を持って入るとか、うん、そういうのも全然分かんなかったの、周りに山登る人が いなくて分かんなかったんですね、なるほどね、だんだん迷子になるようになってこれはまずい、ちょっと待って、いやだんだん迷子になるようになってっていうのも表現がちょっとおかしい、ね、そうちょっとね、そうそうそう、ちょっとまずいなと、そうね、ちゃんと改心した、うん、で、いろいろこう調べてみるようになったりとか、うん、あの人がいっぱいいる山に行けば、うん、とりあえず多分道とか看板とかあると思う、ね、あ、それはそうだわね、わだちがより分かりやすいからね、そうそうそう、うん、でそれを探していくとだんだん百名山っていうのがあるらしいと、うん、そこで気づいて、そこに行き始めたら、うん、な人いっぱいいるじゃんみたいな感じになって、うん、で登り始めて、うんうん、で今なその百名山を登ってみようと思い始めた、うんうん、で登り始めたらなんかこうやっぱりもう追い詰めていく性格なので、うん、どん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 こうなんかピークハントみたいになっちゃってたんですよ、ピークハントってさ、もう全部頂上行くぞみたいな、だけどそれをやってたらなんかこれ山登りじゃないなと、まあね、うん、なんかつまんないな、百名山の何バッジみたいなのあるじゃん、そうそうそう、あれ全部コンプリートしてやるぞみたいなですね、そうそうそう、なんかそのスタンプラリー的なのじゃ楽しくない、うんうん、ちゃんとこれはなんかちゃんとした山登りではないかもみたいな自分の中で
思って、いやもう それがまずちゃんとした山登りじゃないかもって言ってる意味が全く分からない、うん、どうしていやそれもあると思うんですよね、うんうんうん、あピークハントが好きな人もいると思うんですけど、うんうんうん、私の中での山登りはピークハントではなくて、うん、もっとなんかこうねその歩くことが好きだったりとか、うん、おやつを食べるのが好きだったりとかそういうのがあるので、うん、ピークハントしても楽しくなかったんですよ、うん、全然、うん、なんかこうどこの山に登ったかっていう印象も全然残らなくなっちゃって、とりあえず片っ端からとにかく100名山登るぞーって登った次登った次って言っては、うん、1日に 2個登ったりとかして、何やってんの近かったのね、山が近かったのねそうだけど、うん、それじゃない本当何やってんの1日に2個登っちゃった、いや降りてきたら、うん、あ時間あるな、もう一個行くかみたいな感じで行っちゃったことがね、あって無謀だそう、それはでも良くないなと、うん、自分の中で、ね、もうちょっと丁寧に、うんうん、あの山を楽しもうと思って、うんうん、あなるほどなるほど、その200名山をやめたんですね、途中までで、うん、で違うあの、うん、もうちょっと楽しそうな山を探し始めたりとか、うんうん、そのぐらいになると周りに山登ってる人の知り合いが増えたりとかしてたので、いろんな人に聞いたりとかしていて、うんうん、どんどんこうのめり込んでって、これちょっとなんか海外、うん、行ってみるみたいな感じでこうどこまで自分が頑張れるのかをちょっとなんかチャレンジしたくなってきて、ね、でもやっぱでもそうだね、頑張れるのかっていうところにはなるんだね、でもね、そうですね、かなりそういう意味ではメンタルは大会系だねそう、うん、追い込み系だね、なるほどね、面白い百名山、あごめん、その海外もあれだけど、うん、あそうだ、俺あの質問したいことがあったの、あの蓼科山って百名山の人でしょ、百名山の人で、俺山登りなんかほとんどしてないの、引っ越してから2回しかしてないの、はい、でその2回目が蓼科山だったんだけど、うん、頑張りましたね、頑張ったでしょ、頑張りました、ね、重たい体でさ、岩がね、あそこ大変なのよ、もうよいしょよいしょって感じですよね、で息はまだ上向いてるから、うん、なんとかなるわけ、あそこまで行けば、あまだだ、あそこまで行けばまだだ、でもっつってよいしょよいしょよいしょ登っていくと、頂上近くなると少しなだらかになるみたいなさ、うんうんうん、腕きた登ったイエーイっつって、なんだ広いなみたいなさ、それはさ、そうそうそう、俺この頂上広いし、なんか歩きづらいし、いやーみたいなさ、すっげー晴れててよかったんだけど、うんうん、帰りね、はい、その下る時にその岩を見て、うん、うわーと思って、高いしさ、うん、でそこはでも後ろ向いたりなんとかしてブーって結構早く降りれたの、うんうん、までは良かったんだよ、うん、その後ルートってあの駐車場までのルートが2個あって、はい、遠回りの下のこう湿地の方で帰るルートがあって、うんうん、でそっちで帰ったんだけど、その全部歴なのよ、歩くところ。そうですね、瓦礫、うん、っていうか、うんうん、はい、あれなんていうの、瓦礫、瓦礫、そのガレバで何度も足がつって、挙句の果てには両足つったのよ。ああ、両足つりますよ、つるんですよね。両足つっても仲間もいるし、これ助けに来てもらうわけにもいかないしさ、うん、これ歩く以外ないじゃん。うん、で両足つっても釣ったまま歩いたわけ。だからまだ痛いのよ。1ヶ月ぐらい前なんだけど、まだ足痛いの。なんかそういうガレバの歩くコツっていうのは、なんかそのそういう悪路を、うんうん、下りの悪路を歩くのに気をつけることとかっていうのはなんかあんのかな。もうでもガレ多分その釣ってしまったっていうのはガレバだから釣ったわけじゃなくて、うんうん、多分お天気が良くてすごい良かった、あ暑い日だ、暑かったですよね、うん、そう、それは超汗かいた、塩分、そう、うん、そで飲み物は、うん、多分お水とかお茶だったんで、あそれであの一緒に登山した仲間が、うんうん、もう山すごい好きな人たちだから、うんうん、ポカリスエットみたいな、あ持ってたんですね、うん、ライチ、うん、ソルティーライチ、俺好きなんで、それって言われてあれをね、2本ぐらい持っててもそれも全部飲んで、あとお水だった、いや多分足りなかったですね、うん、多分その塩分とかクエン酸とかが足りなくて、うん、普段運動されてなかったりとか、うん、それ食べて釣りやすいんですよ、うん、だからそう、なんかお水とかお茶だけだと水分補給をしてるつもりなんだけど、うん、水分補給になってないことが多くて、なるほど、ね、うん、だからもう梅干しだったりとかレモンだったりとか、ね、あの最近
塩飴とかね、うんうん、あ塩飴、そうそう、塩飴は飲んで、あ、飲んで、うん、飲んで、舐めてた、そう、そういうのとかをやったりとか、それでも足りない時は、あの芍薬、漢方が大丈夫な人であれば、うん、芍薬肝臓湯の、あの小村帰り用のお薬が、なるほど、なるほど、で、それ、もう最終手段はそういうのを飲んでる方もいらっしゃいますね、うん、そう、で、あとはもう歩き方は、うん、もう本当にゆっくり降りるしか、うんうんで、あの変、やっぱり筋力ない方とかはつ、うん、ね、変な力が入っちゃうので、うんうん、ストックを使って、そうだよね、俺途中からだからその他の人が持ったストック借りて、そう、それやると全然、うん、違いますね、そうね、はい、うん、だから岩場を立石の山の要はちょうど真ん中ぐらいまでに、うん、ほら休憩場所みたいなあるでしょ、うんうんうん、だそこまでは降りるのは、うん、結構サササササッと降りれるの、うん、ああ楽じゃないけど、うん、もうきついけど、もうお家帰りたいけど、ね、うんうん、だけどあまだ大丈夫だなと思って、うん、でその後ガレバー行って、うわこれどうやって足ついたらいいのか、うわっかり、うわーってやってるうちに釣り始めたの、多分ずっと同じ筋肉をずっと使い続けてるから、うんうん、上手い人はその歩きながらでもちょっと片足上げてる方は休ま、うんうん、休んでるんですけど、怖いかったりとか、スピードがあったりとかすると、うん、ずっと力を入れた状態で歩いてる。確かに。だからちょっとね、その歩き方も、ね。歩き方ね。うん、なるほどね。でもストックはすごい有効だと思います。ストックはもうダメだ、自産したけど、うん。絶対持ってた方がいいですね。直吉くん下りとかは大丈夫？下り、いや富士山登った後の下りとか平気だった？もう全然大丈夫です。若かった。今無理。今無理。まだ30代ぐらいですね。そうね。30過ぎ。そっか。もう10年以上前でした。そうそうそう。過去の話ね。過去の話。一月前とかじゃない。まあまあね、そうなの。でも多分富士山で車から降りて、うん、あの最初の山小屋みたいなとこあれ、駐車場の。うん、あそこで多分ゲロ吐くと思う。ごめん無理。まあ、ね、できてる、うん、待ってる待ってる。そう、まあそんなそんな3人で今日はお届けさせていただきました。はい、そのビブラントはね、毎年いろんなところでイベントやってるし、会社もどうやら、うんうん、順調に。どうやらギリアウトぐらい、あとはそんなわけで、京子ちゃんの、うん、チャレンジを。皆さんでサポートしてね、いただけると嬉しいかなと、岩田京子で、いろいろ記事を探してみたりとかですね、近況を見て、ください、よろしくお願いいたします。はい、というわけで今度は、いただいたメールのご紹介をしたいと思います。長野ドットノムさん、ありがとう、いつもありがとう。焼酎しか飲まない私はさつまいもの芋のつるを吹き感覚で煮て醤油とだしベースが美味しい、じゃあポット魔法瓶と、さつまいものつるを吹いて、あ、違う違う違う、つるを吹きの感覚で煮て、うん、だってさつまいものつる、いや売ってんの、まあでも畑、うん、自分でさ作られてる、ね、中野ドットノームさん、追加情報よろしく、ラジオネームうさくま、いつもありがとう。くんごさんこんばんは、今日のゲストは豪華ですね、キャンプこぼれ話とお酒のおつまみということで、先週末会社の人とコテージキャンプをしてきたのですが、そこで作ったゴーヤチャンプルーもどき、あれもお酒のおつまみにぴったりしたゴーヤ4個分綺麗になりましたよ、綺麗になくなりましたよ、そして最後まで焚き火当番をすると宣言しておきながら日本酒飲みすぎて9時頃子供たちの布団を引きながら誰よりも早く自分が寝てしまうというオチをやらかしてしまいました。あるあるやね、うん、ある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 、ね、今週末くんごさんといっぱい飲みたいので寝ないように頑張ります、寝てください。寝ないようにじゃなくて寝てください。あー飲みたいね、ラジオネームナスタンシン、ナスタンシンさんありがとう。くんごさん、石門さん、岩田さん、そしてこの時間 FM 桜平をお聞きの皆様おこんばんは。まずは石門さん、はい、私の誕生日も8月13の盆の入りです。そうなのよ、うん、ただそれだけなんですが、じゃあ結構辛いのよ盆の入り誕生日、お誕生会してもらったことないもん、みんなどっか行っちゃって、ああ近所誰もいない、
そうだわ。そうそう。でもちっちゃい時から俺お誕生日ないもん。あら、残念ね。実家に帰ってきたらね。お墓参りなどにしなあとちょっとケーキ食べるね。家族がいるでしょ。ママ、ママ、なんかこのショートケーキお線香の香りがするよ。そんな感じ。なるほど。まあまあまあ、でもほら、それでね、こう、こう、なんつうの、こう、ご利益のありそうな、そうですね、そうですね、頭の形。ね、そうなんです。そうなんです。まさか、脂っぽい。酒のつまみ、うん、今日の晩酌ビールのお供はカマンベールチーズとキュウリ。キュウリとカマンベールチーズつけるとか、うん、とつまみちゃん、いやいやつまちゃん、こう見えても私は初めてお付き合いしたつまちゃん一筋35年、一個つまみ食いはしていません。美しい、正しいね、正しいね、うん、もう何も言えません。コメントなし。今日のテーマキャンプこぼれ話。もう25年ぐらい前だから時効なんだけど、会社の連中とちょうどこの時期にキャンプに行ったことがあります。近くの河川を利用した、渓流マス釣り場があって8月末で閉鎖していて、実質禁漁となってたのね。たまたま川の中を見ると連れ残って居ついた魚が何匹か見えたのさと、うん、車に戻って竿と毛針を持って再度川に入り、ニジマスをたくさん15匹前後釣って食べちゃったわ。ずいぶん取りましたね。それ取ったね。その頃は真冬はワカサギ、早春のアマゴ、夏場のアユ、秋はフナ、ハヤ、フィッシャーマンライフで夏場はエスティマに乗って全国で鮎を楽しんでいました。なるほどね。釣りするでしょうな、おきしくんは。うん、します。うん。今日ここもすげえするよ。マジっすか。じゃあその辺の話は酒のつまみで、じゃあ今度ゆっくりと。長引く。若干ね、若干巻き入ってるから、ね。そうです。ラジオネーム頑張れまこちゃん。うん、くんごさん、リスナーの皆様、トルコの国境付近から東の方向へ8500キロ。小雨の降る千葉県より、こんばんは。おー、すげー、どこだろうと思って。今日は夜勤と車中泊のおまけ付きですと。あ、大変だ、頑張ってね。今月のテーマ、お酒のつまみ、あさっては第二土曜日ということで、高校の時から付き合いのある友人と月1回恒例の飲み会があります。千葉県某所に今年2月にオープンした北海道まるごとダイニングうまいっしょというお店に行く予定です。ちらっとネットで検索してみましたが、空腹の僕は写真を見て一発 KO。 あー、もうだめ、読みたくない。函館直送イキイカ、海鮮ユッケ、イクラ丼、職人さんが握ってくれる握りの隠し。もうやばいのやばいの、女の子と生きてやりたいって、もういい、読まない。あ、この通信面白いな。あの、以前家出した時の話ね、まこちゃんが、うん、高校3年生の時3ヶ月間の家出の終止符をつけてくれた友人ですが、うん、あ、今の飲み友ね、うん、いつまでもそんなことやってたって仕方ないだろ、今の自分から逃げてるだけなんじゃないの、卒業もできなくなるしさ、そろそろいい加減に戻ったらどうだみたいなことを言われたような記憶があります。一緒に自宅まで来てもらいました。いい友ですね。3ヶ月家出だよ、3ヶ月、うん、どこにいたんでしょうね。ね、そう、直吉くんは 何日どれぐらい最長、最大どれぐらいでしょう、1週間、1週間か、1週間じゃないですかね、うん、すみません、自転車で自転車で遠出するタイプだから。あ、いや、俺も自転車遠出はかなりしたけどね、うん、親の車で勝手に行ったんだって。おー、すごいよね、すごい、頑張るまこさん、ありがとう。ラジオネーム奄美のクロウサギ、せっかくどうもワンです。本日の最高気温は22度足らず、19時に 19.5 度、雨という福島市です。涼しいと。酒の魚。和酒、日本酒焼酎、ならしょっぱい系。ざく切りしたえのき、手でちぎって、から入りしたこんにゃくなどを麺つゆで煮詰め、水分がなくなるまで。うん、仕上げに唐辛子をパラパラ。ピリ辛おつまみの出来上がり。いいんじゃない、もうでも味はなんかもう、あ、もうなんかもう濃いからチュッチュッチュッっていう感じでこれね。あ、早く飲みたい、なんかお料理好きな感じですね、キ
キャンプは未経験です、もったいないって言われそうだけど未経験です、なのになぜか車には寝袋が入ってます。フルオープン封筒型、中学2年の時の林間学校で一度だけ飯盒炊飯、炊飯やったけど、私カレー飯だったから多分お米炊けない、火起こせません。追伸、先日のアリノミ弾丸ツアー、ツアー、アリノミって何だか知ってる？アリノミ、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 キャンプ場しか出てこない、うん、アリノミ園千葉にアリノミ園ってキャンプ場がある。おー、そうなんだ。アリノミっていうのは、うん、梨だって。梨のこと、梨、梨、梨だとないになっちゃうから縁起悪いからアリノミって言うんだって。おー、なんだって。奄美の黒うさぎさん、ありがとう。ラジオネームタンポップひまわり、うん、こんばんは、お疲れ様です。先ほどはどうもでした。どうした。テーマのアウトドアは私は好きなんだけどなかなか行く機会がなくてねと。山は中学校以来、こう俺も大体そんな感じ。近くの立科山に登ったのが最後ですわ。俺も最後。岩がたくさんで登りづらかったの覚えてます。タンポポひまわりでした。登りはいいんだよ、下りだよ。タンポポひまわりさん、ありがとう。あ、今日かけれなかったのパツパツスパツね、ごめん、今日ほんとかけれなかった、すいません。いや、用意はしてやった。部分後の曲かけれませんでした、ごめんなさい。福島 FM リスナー8人カローラー、福島県郡山市の自宅からクンゴボンゴの皆様、こんばんよーくベニマルでダニアースでゴイスマグロ。今日の福島県郡山市内は20時現在20度の1日トレーナーを羽織るくらい、まあ一点冬みたく肌寒い雨模様で、マグロでゴイスでジャケルでダニアースよマグロっぺ。本題のメッセージテーマ、お酒のお供。我が輩的にはお酒のお供はギンギン冷えた生ビールに焼き鳥、枝豆が基本ですが、マグロが大好きだからマグロ、マグロでゴイスでダニアースペってやつね。それでサンマの塩焼きが美味しい。もうはしょり始めた。サンマの塩焼き最高。まとめますと、八人カローラさんは、福島県20時現在は20度ですよ、雨、肌寒い雨模様ですよ、お酒のお供は生ビールに対しては焼き鳥、枝豆が基本ですよ、マグロが大好きだよ、クジラの刺身も好きだよ、サンマの塩焼き最高。はい、ありがとう。まとめろや、もうちょっと。はつにさん、ありがとう。ラジオネームアッキー、さだなりさん、こんばんは。お酒のつまみということですが、僕は基本的にお酒は飲めないのですが、しめ鯖、しめ鯖刺身、今は全部閉店してしまいましたが、昔東京へ行く時に行った居酒屋で飲んでた時によく注文しました。あー、なるほどね。あきさん、ありがとう。しめ鯖、よし、力丸のしめ鯖うまいね。マジか、うん、今度あるかな、明後日。あ、電話するわ、明日。さあ、メール最後。ここまでご覧の YouTube ご覧の皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。今日番組の放送がで、ね、キュッとした分で、ね、喋りまくっております。そしてメールもいつもより多く来ております。じゃあ最後です。ラジオネーム、ダークネスユキ、師匠こんばんは、社畜の弟子でございます。本日ももろもろ忙しいためこれにて失礼します。それではもう早いドロね。先週も言ったけど、お前真面目だな。出血はちゃんと取るけどいなくなるみたいな感じでね。ダークネス勇気に希望の光を、皆様ぜひご協力のほどよろしくお願いします。すごい真面目な子なんで。そうなの、そうなの、そうなの。一回タクシーで一緒に帰ったよ。用の渋谷で飲んだのかな。そうそうそう、3人で。そんなわけでお二人に、ご出演いただきました。はい、じゃあちょっと番組の感想と、あとなんか告知したいこととかあれば、じゃあまずはどっちから、うん、じゃあ京子ちゃん、ほら頭いい方から、うん、ええじゃあまあ 何かその感想ですか。感想でもいいし、あの応援してくださいっていうのでもいいし、うん、応援はね、応援はしてほしいですが、うん、なんか何かをお返しできるかなというのが、うん、
返しは元気に帰ってくればちゃんと指全部揃ったもん、はい、うん、そう、5体満足でちゃんと帰ってくることも、はい、帰ってきます、うん、あのアメーバブログをやってますので、うん、まあ、Facebook とかでつながってない方は、うん、それで現地から、うん、アメブロはあれですね、アウトドアを楽しもう、そうですね、ひらがなで多分、うん、岩田京子、うん、アメブロとかで、うん、多分そのアウトドアを楽しもうっていう文字が、うんうん、おそらく出てくるんじゃないかと思いますので、うん、こちらで動向をチェックすれば、はい、そうですね、よろしいですね、あの、はい、ただ Wi-Fi 環境があんまりないところなので、うん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 、できるところはやろうかなと思うんですけど、まあね、うん、ね、そう、ここまあ、それで時間ないから写真撮るみたいな。ごめん、そうですね、大きくそれ撮ってもらって写真、うん、これはね、うん、はい、はい、どうぞ、うん、そうですね、うん、で、本日、聞いていただいた方には、うん、この3つ、特製ポストカード、うん、これを、プレゼント、京子ちゃんのサインを入れてプレゼントしたいと思いますので、番組宛てにどんどんプレゼント希望と書いてメッセージをお送りくださいませ、ね、すごい素敵にいっぱい、ね、写真がいっぱい入ってるので ね、 ね、うん、そうだ、俺聞こうと思ってたことまだあんだけども、どこで買えるの、これはそう、買うのはどこ、買うのはどこ、この指、いや、ホームページ、いや、読む、あ、これ違うな、これじゃなくて多分サンザポストカードとかで調べると出てくる、でもとにかく岩田京子、はい、ポストカード検索、定価は1500円でございます。税別、ね、これを、3名様にプレゼントいたします。プレゼント希望と書いてメッセージを送りください、うん、じゃあ京子ちゃんは、はい、とにかくじゃあ無事にお帰りくださいますよ、はい、また番組においでください、はい、また帰ってきたらお願いします、します、そして記念、はい、記念おじさん、記念おじさん、はい、うん、記念日にしか現れないここに年に一度の年に一度の記念おじさん、うん、記念おじさん、うん、毎年ね、うん、来年もこれできたらいいなとか、うんうんうん、潰れなければいいなとか、うん、いろいろこう思いながらいるから毎年やっちゃうんですけど、まあそうだもんね、そうそう、だから来年もやりたいなと思って、うん、まあ来年に向けて短い目標で、うんうんうん、来年無事にこれをやるぞっていうスタンスで頑張ろうかなと思っておりますので、はい、はい、うん、今年来れない方は来年、そうですね、はい、あのこれ動画上がる頃にはもう終わっちゃってるので、そうなの、で、とにかく来年、ビブラントの周年、はい、イベント、またぜひ開催されることを願ってぜひ頭に留めておいて、でホームページをビブラントで検索しますと出てきますので、はい、双子出てこないかったら双子玉川ビブラントとかやると絶対出てくるので、はい、それをぜひチェックしてください、はい、というわけで今日は長丁場ありがとうございました、ありがとうございました、くんごぼんご、また来週、ありがとう、ありがとうございます。